おつやの方は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。織田信貞の娘で、織田信長のおばにあたる。最初は、東山影党の妻、後に、秋山虎主の妻。通称は縁、岩村殿、修立夫人、おじかの方、岩村御前とも言われる。尾張国の武将、織田信貞の娘として誕生。東見の縁山荘の地頭、 遠山影塔に突いだ。元気3年8月14日、夫、影塔が後継ぎがないまま病死し、老い、織田信長から伊豆の五宝丸が養子師として岩村城に送り込まれた。ただし、五宝丸はまだ幼かったので、おつやの方が当主の座を引き継ぎ岩村城の女城主となった。同年10月、海野国の武田信玄が正常作戦を開始する。 信玄はそれまで各地に上落する旨を献殿していたが、実際の行動は、山形正影と秋山虎重の別動隊3000を三河国に向かわせ、自身は東都海国に出陣するという徳川家康の領土を奪取することを主目的とした作戦であったが、お通夜の方は岩村城を秋山虎重の軍勢に取り囲まれ、危機に陥ると武田方の軍門に下った。 同年11月14日、岩村城は武田方のものとなり、信玄は敗下の下城新氏を送り込んだ。11月14日に信玄は遠山市に岐阜の信長を建成せよと命じており、また12月12日には遠藤賀が守るに岩村城へ兵を増援すると伝えている。一方、信長も11月15日に信友信光へ、 遠山氏が裏切ったにもかかわらず、忠節を尽くしたことを少子日吉号、かまど本号を与えている。元気4年3月6日、信玄は秋山虎重を送り、岩村上上氏とした。この時に、おつやの方と秋山との婚姻が行われたとみられる。五宝丸は会に送られた。織田軍は、天正三年の長篠の戦いで信玄の子、武田勝頼の軍勢を破ると、 織田信忠らが岩村城を包囲。勝頼は岩村城を救援するべく出陣したが、到着するより前の11月21日、岩村城は落城したの岩村城の戦い。信長は虎しげらを斜面すると見せかけ、礼に来たところを捕らえ、長良川近くで卓経にした。その理由は、長篠城の奥平信政が徳川家康に寝返った際、武田勝頼が、 奥平の妻を貼り付けにしたので、その報復だということだった。おつやの方もまた信長に捕らえられて、逆さ貼り付けで処刑された。あるいは信長が裏切られた鬱憤を晴らすために自ら、切ったとも言われる。岩村醸造の女上主義阜県伊那し岩村町では、おつやの方にちなみ、1992年から、本堂り添いの家々で家族の女性の名前を記した、のれんをかけたり、 地元の醸造会社岩村醸造が女上司と名付けた日本史を売り出したりして地域おこしに活用している。また、愛知宿徳大学現代社会学部の石丸緑、上金講師のゼミと同地区住民らで作る城下町ホット岩村が共同制作する創作ドラマ、見つけ物を撮影した。ありがとうございます。